徳川家康、彼が50で死んだらどうなってたか、源氏物語、平安時代本当に代表するんですかと。はい、皆さんこんばんは、ナレッジキャピタルリサーチャーの安田です。鳥の目、虫の目、魚の目でイノベーションということなんですけれども、そもそも鳥の目、虫の目、魚の目っていうのは何じゃっていうことなんですけど、鳥の目っていうのは、離れた場所から広く俯瞰するようなことですよね。それから虫の目は、近寄って、様々な角度から詳しく、あるいは多角的に見ると、そういうことを指します。そして魚の目は、水の流れのような、全体を包み込むですね、環境とか時代とか、そういったものを捉えながら先を読むと、そういう意味が込められています。こういう、視点を、兼ね備えることで、例えばビジネスとか、あるいはそれ以外のことでも、新しい、その見方というものを身につけていこうと、そういうことを目的に、お届けしたいと思います。ね、もう早速今日の第1回目は素晴らしいゲストを、お呼びしております。今日の講師は歴史学者、そして東京大学資料編纂所教授の本郷和人さんです。ご専攻はご存知かと思うんですけれども、日本中世政治史でよろしいですか。はい、古文書、あるいは古文書学、はい、ことを専門にされてまして、現在は資料編纂所というところに、所属されて、大日本資料第5編の編纂を担当するほか、吾妻鏡の現代語訳にも取り組まれているとお聞きしております。歴史的人物を科学的な文脈で捉え直す新しい人物史の構築にも、挑まれているということなんですけれども、今日のお話、概要ですけれども、ここですね、タイトルが新しい史実を提起するということで、サブタイトルが、ね、6つ並んでますけど、例えば日本史はぬるいとか、信じるものは救われないとか、ちょっと面白そうな話ですね。そうですね、僕はコピーの、なんていうかな、能力がないんですよ。だから、キャッチーなものが作れないんですけど、5番目の信じるものは救われない。これだけはね、なかなかうまいこと言ったなと思ってるんですけどね。そうですか、はい。ちょっと希望が失われそうですけど、でもどんな話かね、非常に大変楽しみにしております。はい。ということで、皆さんお待ちかねなので、もう行きましょう。本郷さんの、講義、お願いしたいと思います。では皆さん、改めまして本郷でございます。でなんかね、ちょっとカメラと音声の調子が良くないらしいんですよ。だからなんか僕の動きがちょっと時間差がある。でも今はいいかな。でただですからカメラの調子が悪いんで、なんか汚ねタヌキみたいな親父が出てるかもしれませんけど、それは僕の本当の姿ではありません。僕はもっと本当は実はイケメンでございます。だからそれはカメラのせいだということにしていただければと思うんですが、だ基本的に歴史の勉強っていうのはですね、大体過去を勉強することってどんな意味があるんですかっていうことをよく言われます。で大体それこそさっきのコピーの話じゃないですけど、大体宣伝のためのコピーとか CM なんかではですね、過去を振り返るなと、我々は前へ進むんだみたいなことっていうのがよく言われるわけですね。でだけどよく考えてみると、前へ進むって言ったって、自分の立脚点、今自分がどこに立ってるのか、どっちが後ろでどっちが前で右か左かみたいなこと分かんなければ、前へ進んでるつもりでも実は後ろに行ってるとかってことはあるわけですね。だからやっぱり学問っていうものの基本としては、我々はどこから来たのか、そしてどこへ行くのかっていうのがやっぱり基本だと僕は思ってます。だから自分たちのが来た道をですね、ちゃんと理解しないと前へ進めないんじゃないのかなっていうふうに思ってるわけですね。で40年ぐらい勉強してるのかな。でその中で自分なりに歴史っていうものを考えてみたいなって思うようになってきたわけです。で先ほど出していただきましたように、日本の歴史っていうのは法則性があるのかな。でその日本の歴史の特徴っていうのはどんなことがあるのかな、いうことを6つに大体まとめて考えてみたいというふうに思ったわけですね。で日本は一つではない、歴史も一つではない、日本史はぬるい、それから日本の場合は官職より人であると、で地より家である、で5番目に信じるものは救われない、6番目に、
日本における自由と平等、そして平和というような話を、まあ、まとめてみたんですね。で、まあ、全部やると相当な時間食っちゃうので、なんかまあ、つまみ食いみたいな形でやりたいんですけど、どういうことが言いたいかっていうとですね、これご覧になってください。ここら辺でいいのかな。これいくらですかっていうことを僕は、例えば小学校で、歴史の話してくださいっていうことを頼まれたりするんですよ。で、これはいくらですか？いくらだい？っていうことを聞くわけですね。で、そうすると、ガキどもじゃないな。お子様方が、あ、それは1万円でしょっていうふうに答える。そうすると僕は、うん、これが1万円だとすると、僕はこれをみんなにわざわざ聞いたりしないよね。何か聞くからには何かからくりがあるんだよっていうことを言う。そうすると、中にね、やっぱり、まあ、優秀なというか頭の柔らかい子がいましてね。ああ、先生が言ってるのはもしかして、その紙切れが、まあ、印刷された紙切れが、ああ、一体いくらで出来上がるかっていうことを言いたいのっていうことを言うわけです。で、それが答えなんですよ。で、実はこの1万円札っていうのは、まあ皆さんご存知の方もいらっしゃるかもしれないけど、30円出せばどうも作れるらしいんですよ。で、だけど、だから、30円の価値しか実はないんですね。で、物自体は。だけど、残りの9970円っていうのは一体何っていうと、これが日本政府が持ってる信用ということになる。だから30円の価値しかない紙切れが、北は北海道から南は九州沖縄まで、1万円として使えるということは、そこに信用というものが あるんだと。で、その信用というものを使って、まあ、日本を統一したのが徳川家康っていう人なんだよっていうふうに話を進める場合もあるし、まあ、違う展開をすることもある。だけど、まあ、そういうふうな、まず頭柔らかくしようねっていうとこから始めるんですね。で、日本は一つではないっていうのは実はこれなんですよ。世界最古の貨幣って何ですかって、例えば、日本最古の貨幣って何ですか、聞くと、皆さんの中には、歴史が好きな方は和道開放、和道開珍、どっちの読み方は正しいかよくわかんないですけど、まあ、それでしょっていう場合もあるし、もっと歴史好きな方は、不本線っていうのがどうも和道開珍より先にあったんだ、という言い方になるわけですね。だけど、そうなのかなって僕思い出したんですよ。で、それは何かっていうとですね、貨幣っていうのは使ってこそ銭なんですよ。使われない貨幣は貨幣でしょうか。で、実際に奈良時代、あるいはまあ平安時代だと奈良とか京都の周辺で銭は使われたのかな。だけど、ほとんどやっぱり使われてないわけですね。で、大体ですから平安時代に、商売をやるときは物々交換です。だから、わらしべ長者なんていう物語が成立するわけですね。で、そうすると、教科書にだけど和道開珍って出てるよねって話になるんですよ。で、その和道開珍で出てるっていうことが教科書で日本で一番古い銭だ。いうことが出てくる前提は何かっていうとですね、日本の歴史、日本の国っていうのは、一つの民族が、一つの言語を使って、一つの国を形成した。まあ、それで結局その長い歴史があるんだよ。だまあ、その一つの言語、一つの民族、一つの国家っていう、そういうことが前提になって、それを僕たちは、下手をすると小学校の時から教わるわけですね。で、ところがね、これ僕嘘だと思うんですよ。つまり、日本人っていうものが、本当に一つになるのって、いつなのって言ったら、僕は、まあやっぱり、豊臣秀吉の日本統一、そこで初めて一つになると。で、その貨幣が、まあ全然、それで、徳川家康がですね、まあその後、江戸に幕府を開きまして、それで、税金を米で払うように統一するということになる。で、まあそれで、まあ日本というのは統一感が出てくるわけで、それまではやっぱりその、日本の歴史っていうのは基本的に、
西高東低、西が高くて東が低い、西高東低が基本であると。で、西が先に進んで東がそれに追いついていくという歴史があると。で、だから京都で日本が一つなのかどうかっていうと、やっぱ一つではないんじゃないかと。で、そうなると京都で例えば朝廷があるいは天皇が何か命令を下してもですね、それがそのまんま実際に人々がそれの影響を受けるっていうことはないんじゃないかということを思い出したわけですね。で、それはだから例えば違う言葉で言うとですね、源氏物語って、これは平安時代を代表する文学であるという言い方があるわけですね。で、それもだいぶ怪しいなと。つまりもちろん源氏物語は日本を代表する大文学であると、これはもう間違いがないんですが、じゃあ平安時代代表してるのかっていうと、実際に平安時代にその源氏物語を読んだ人はどれぐらいいるのかと、実際問題ね、とごくごくわずかじゃないですか、絶対に。で、そうなると平安時代本当に代表するんですかと、いうそこで疑問が浮かんでくる。で、実際調べてみるとですね、貴族たちが自分たちの教養として源氏物語を、源氏物語ぐらい読んどこうぜってなるのが室町時代なんですよ。だから室町時代の貴族は大体源氏物語読んでるんです。だけど平安時代の貴族って源氏物語読んでない人いっぱいいるわけですね。で、そうなっちゃうとね、源氏物語は日本を代表する文学ではあるけれども、平安時代を本当に代表してんのっていう問いかけが成立してしまうんですね。で、そのことを考えた時に、歴史の教科書ってやっぱ鉄頭鉄尾疑ってかかった方がいいんじゃないかなっていう気が僕はしてきたわけです。で、そういうことを考えながら歴史っていうのを勉強していかないといけないってなると、そのたくさんある史実の中から自分でその歴史の史実を自分なりに構築していくってことが必要になってくるのかな。で、その自分にとって何が必要な史実なんだ。で、その今自分が例えばどんな問題を抱えているかによってですね、それの解決方法を歴史の森の中に分け入って調べてくる、いわゆる恩古知新、古きを訪ねて新しきを知るという言葉がありますけれども、そういうことが大事だな。その時に大切なのはちょっと難しい言葉で言うと機能っていう作用と演繹という作用ですね。で、つまりいろんな事象があって、それでこうそれを全部まとめていくと、こういうことがあるとこうなるんじゃないか。これが機能ですね。で、その法則性ができると、そうなると、法則性から今度演繹して何かを考えるということが出てくる。で、さらに言うと、その作業に熟達してくると第六感みたいなものが働くようになる。これが僕の今のところの、だから歴史の勉強っていうのはそういう経験則っていうのは結構大事なんですよ。歴史研究者はですね、その機能と演繹によって、いろんなことを、これがあるからこうなる、つまり、因果関係っていう言い方でもいいのかな、原因があるから結果がある、この原因があるからこの結果があるっていうことを客観的なものの見方で見つけ出していくっていう作業に慣れてくると、これがですね、それを10年、20年、30年というふうに経験を積んでいくと、なんとなくですね、理屈をいちいち考えなくても、なんとなく読みとして分かってくるようになるんですね。そのあたりが、今、アブダクションっていう概念があるわけですが、そのことなのかなっていう気がすごくしてます。っていうようなことがあって、だから歴史って、年取ると結構、勉強やめちゃった人はね、誰とは言わないけど、よく、歴史の研究者ですって言って出てくる人、
で、まあ実際には研究もやめちゃった人が随分いてね、そういう人たちはまあダメだろうけど、とりあえず真面目に勉強してるとどんどん年を取るに従って、面白い境地に立てるっていう、そういうことがあるような気が僕はすごくするんですね。でもう一つ2番目に、まあそれがまあ歴史は一つでは、日本は一つではない、で歴史は一つではないっていうのはどういうことか、歴史も一つではない、でそれは戦後になりまして、太平洋戦争の後に唯物史観という歴史観が大体支配的だったんです。これはまあ唯物史観というのは、言い方を変えると共産党的な歴史観、マルクス主義的な歴史観ということになって、歴史は科学であるということをもう前面に押し出してくるわけですね。それは戦前に広告史観という歴史の見方があって、そこに歴史は物語だという考え方があった。でその歴史は物語だ、もう歴史は物語でいいんだっていう考え方があって、それがまあ、太平洋戦争の敗北とともに否定されちゃうわけです。でそれで、歴史は科学であるということがまあ強調されるとなるとですね、その中で歴史にもしもはないっていう言い方がされるんですね。歴史にもしこうだったら、もしこうだったらどうなっていたかっていうことは、これは考えてもしょうがないと、考えるべきではないという、まあ、考え方は支配的だったんです。だけどね、これもね、なんか考えてみるとだいぶ違うんじゃないか。例えばですよ、例えば徳川家康っていう人は76歳まで生きたんですね。でこれは人生50年時代の76ですから、現在で言えば100歳まで生きたって感覚なんじゃないかなと思います。武田信玄が53かな、上杉謙信が49かな、それぐらいで亡くなってますから、人間が50歳で死んでもあの人若死にだね、もったいないねって、いうことは言わないんですよ。でそうなるとね、まあ徳川家康は76まで生きてたわけですが、仮に彼が50で死んだらどうなってたか。そうすると豊臣秀吉は62か3まで生きたんですね。でだから徳川家康の先に死んじゃうってことになるんですよ、50だと。そうなった時に、徳川家が250万石、関東を支配して250万石っていう、まあ非常に大きな力を持ってたわけですが、で大体40万石で1万人ぐらいの軍隊が編成できる。だから徳川家は頑張れば6万人ぐらいの軍隊はすぐ動かせるっていう形だったんですね。だけど秀吉は朝鮮出兵のために20万を超える軍勢を編成してたわけです。で徳川家康っていう人が生きてたから、まあ多分秀吉は徳川家に対してその攻撃を仕掛けなかったんだと思うけど、あれで家康が50歳で仮に死んでたとしたら、秀吉どうしたでしょうね。徳川家滅ぼしてたんじゃないですかね。となるとね、江戸幕府ってできてないんですよ、おそらく。だからそういうことを考えると歴史は一つではない。でそれからさっき物語って申しましたけれども、今歴史ってすごくやっぱり高校生なんかに評判が悪いんですね、つまんない。なんでかっていうと、全部記憶暗記しろ記憶しろって言われると。で歴史の授業っていうのは暗記の授業であるとっていうことになるわけです。だけどそうかなと、歴史に歴史がもう動かないものであると、物語は許されないものであるということになると暗記するしかないんですが、もしもですね、物語性を歴史が回復したら、戦前のように物語性を回復したらですね、必ずしもそういう暗記に頼る授業ではなくなるんじゃないかなって僕は思ってます。だからそれをやるとですね、結構歴史の授業って面白くなるんじゃないかなっていう気がします。で3番目に、日本の歴史はぬるい。でどうもですね、日本っていう国は島国であるためにあんまり緊張感がないんですね。で歴史ってやっぱりヨーロッパの歴史、中国の歴史、中国の歴史なんかはともかく万里の長城っていうのがあって、常に、北方から異民族が侵略してくるっていうのが前提になってる歴史です。それからヨーロッパの歴史なんかは国境がまあコロコロ変わるように、まあお互いに戦うわけですね。
で、ところが日本の場合島国であるので、で、イギリスよりもっとずっと島国なので、敵が攻めてくるってことはないんですよ。あの、変な、例えば敵の侵略を受けるとか、そういうことがないわけですね。で、やっぱ侵略されると大変なことになって、社会がもう完全に荒廃します。で、日本って歴史資料がおそらく世界一残ってる国なんです。それはなんでかっていうと、やっぱりその侵略がないから。だから日本人はもうともかく物を大切にしてもったいない精神っていうのがあると。で、だから逆に言うとですね、それはあの穏やかでいいんですけど、ほっとくとすぐだらっとして緊張感を失うんですよね。で、それで例えば平安時代とか江戸時代が一番まあいいと思うんですけど、国を閉ざしてると外国との交流が平安時代、江戸時代多分ない、いうことになると、もう本当にあの気が抜けちゃうんですね。で、まあ、そういうふうになる。だから、外圧がないと日本って変わらないんですよ。で、そういうことがあると、やっぱ日本の歴史はぬるいっていうのが基本になると。だから我々日本人が前へ進むときには、そのことをちゃんと考えておかないといけないな、ということがあります。で4番目に、あの人間、あの日本の場合は、官職ではなくて人であるということを言ってるのは何かっていうと、僕これ、あの、今の上皇陛下が、天皇陛下でいらっしゃった時に、私は天皇を退いて上皇になるっておっしゃった時に、あの、ま、いろいろ調べてみて、あれって思ったんですけど、あの、他の国が、の、今でも王様がいる国って結構あるわけですね。ヨーロッパなんか随分ありますね。で、その王様が、あの、王位を退いたらどうなるかというと、これはただの人になっちゃうんですよ。で、それはですね、まあ、それで名前も先の国王、前の国王、それでおしまいです。で、つまり、王様っていう地位に全てがついてるわけ。で、王様の地位に、まあ、そういう、なんていうかな、役職に、こういう権限とかですね、財産とかですね、そういうものがついてるわけです。で、その王様の地位を降りちゃったら、まあ、もちろんお金持ちかもしれませんけど、それから国民の敬愛は受けるかもしれないけど、とりあえずただの人なんですよ。ただ、日本の場合は、こういう、官職を降りても、歴史的に言うと全然その人の本質は変わらないんですね。例えば豊臣秀吉は関白っていう地位を降りても太閤殿下といって、天下人であり続けた。から徳川家康も将軍を降りたけど、天下人であり続けて、これは大御所様と呼ばれた。こういう感じで、で天皇陛下の場合もですね、天皇辞めても上皇という形で権力は手放さない。いう形になります。で、これは今の社会だと、例えば部長さんが定年退職したら、もうそれはただの人になっちゃうわけですね。だからその意味で言うと、まあ、ヨーロッパ的なそういう習慣っていうのは日本にもちゃんと浸透はしてきてるんですけど、でも日本ってやっぱり基本的に、もともとはそういう人本位の歴史なんだなと。で、全国の歴史を調べてみても、王様が王位を退いた後も権力を握り続けるのって日本だけなんですよ。日本の場合天皇が上皇になるっていうことを言いましたけど、そういう国って他にないんですね。ベトナムにね、ある時期ちょこっとだけあるんです。それはあるんだけど、だからその役職っていうものと人との関係っていうのは日本はやっぱ独特なんですね。で、それと血と家の関係も、これもちょっと独特で、血がつながってるっていうことよりも、日本は家がつながることのが大事なんですね。だから、養子で全然いいんです。血がつながってなくても、養子を取って家が栄えれば全然いい。で、さらに今度、5番目、信じる者は救われない。これは何かっていうとですね、まあ、日本の歴史はぬるいっていうのとも関係するのかもしれませんが、日本って神様仏様がめちゃめちゃその仲がいいんですね。で、一神教ではないわけですね。で、まあヨーロッパはもちろん一神教。それからイスラム世界も一神教。
で、中国も実は天の神様、天帝っていうのがいて、これがまあ一神教に近いんですよ、信仰としては。だから日本とインドぐらいじゃないかな、多神教でそのまんま国ががっちり固まってんのは。で、しかも日本の場合神様仏様がすごく仲がいいと。で、たくさんの神様仏様がいると。だから、ヨーロッパの場合は、まあ、一人の神様、イスラムもそうですけど、一人の神様だから、イエスかノーかがはっきりするわけです。で、日本の場合、イエスかノーか、さあどっちだって、まあ、態度を決めろって言われてもですね、まあ、イエスの神様がいて、ノーの神様がいて、それで真ん中の神様が出てきて、まあ、そう、固いこと言うなよ、いっぱいやろうぜって、それが日本なんですね。だからそのあたりがですね、日本のその精神世界を形成するときに非常に大きな意味を持つんじゃないか。で、一神教の世界っていうのはやっぱりすごく残酷になります。もう要するに正義っていうものがもうがっちりあるから、それに反する人間はまあ殺してもいいみたいな、ひどい場合はそうなっちゃうわけですね。だから宗教が元になってたくさんの人が死んでるでしょう。とか日本はそれないんですよ。宗教戦争で人が亡くなるってことほぼない。まあ、織田信長だけが虐殺やりますけどね。だけど、宗教と宗教とが戦うってことはほぼないんですね。だからそれはいいことか悪いことかって言ったら、それはいいことなんだじゃないかなと僕は思うんですけど、だけどまあ、そこでぬるい、やっぱり精神世界っていうものがある。だから哲学は生まれないんですよね。それからコンピューターは日本では生まれないということにはなるわけです。で、最後に、まあ、自由、平等、平和っていうことを考えると、やっぱり自由、平等っていうのは、まあ、ちょっと、そういうことを真面目に言うと恥ずかしくなっちゃいますけど、やっぱり人間が持っている最高の価値観じゃないですか。で、それがに、昔からどうなってんのかなっていうことを考える。そうすると、例えば、一向一揆っていうのは、これは仏の前での平等っていうのを説くわけですね。阿弥陀仏の前ではみんなが平等ですよ。だけど、これは結局、織田信長によって潰されてしまいました。だから、そうすると僕は、江戸時代の人々、戦国時代を終わらせた人々は、要するに、平等であることよりも、平和であることを選んだんじゃないか。で、平等は犠牲になるわけですけど、江戸時代っていうのは、これはもう非常に平和な時代ですね。で、平和であると、5年後、10年後、俺は何をするべきなのかってことを考えることができる。ね、戦国時代みたいに今日死ぬか明日死ぬかっていう時には誰も勉強なんかしませんよね。だけど、江戸時代に平和になると、5年後、10年後、何してればいいかなってことを考えると、じゃあ勉強しよう。で、それで猛然と日本人は勉強を始める。となると、世界でリテラシー、識字率が、まあ多分世界一、ダントツ世界一っていう、そういう国が出来上がる。で、やっぱり平和がもたらすものっていうのは非常に大きいんですよね。で、そこともう一つ自由っていうことを、まあどう位置づけるか。これはまあ僕はヘーゲルですね。哲学者のヘーゲルを使って自由の相互承認っていうものを考えたい。それから法の哲学っていうのを使って、所有こそ自由であるっていう、そういう考え方がヘーゲルにはあるわけで、それを使ってみるとなんとなくその日本っていうのは所有権の成熟っていうのが日本の社会の基軸をなすんです。で、それでいけばですね、所有権がだんだん成熟していく歴史が日本の歴史だというふうに考えると、だんだん日本人は自由を獲得してるのかなっていうようなことを考える。まあ、だいたいそんなようなことを、まあ、基本にして歴史を考え直してみるっていうことを今僕はやってます。で、そのことによって、教科書の歴史は別にその参考程度でいいと。で、歴史っていうのは自分たちが獲得するものだ。いうことがなんとなく見えてきたかなということですね。だからあと、まあ15年ぐらい生きられるかな。その間にそうしたことをですね、社会に対して発信をしていく。で、歴史って面白いんだよ。やっぱり生きていく上で、その歴史的な考え方っていうのは必ず、みんなに、まあ、面白さ、あるいは利益、もう確実な利益になるんだよ。ということを
やっていきたいなって思ってます。一応僕の話はここまでにしたいと思います。